ジョン・ノックスの肖像画原画は、ザ・ポゼッション・オブ・ロード・トーピケン・アット・ミット、コールダー・ハウスジョン・ノックスは、スコットランドの牧師、スコットランド宗教改革の指導者、長老派教会の創立者である。スコットランドのセント・アンドルーズ大学で教育を受ける。ノックスは、ジョージ・ウィッシャートなどの初期改革者の影響を受けて、スコットランド教会の改革に着手した。彼は、 1546年の教会と政治に関わる事件に巻き込まれる。キャンドル・ビートンの殺人事件とスコットランド折衝の介入である。翌年フランス軍に捕らえられ、19ヶ月間フランスの軍艦で奴隷として働かされるが、1549年に捕虜交換で釈放され、イングランドに追放された。ノックスはそこでイングランド国教会の牧師として、 エドワード6世に仕えて王室付属牧師となる。ここでイングランド国境回帰当初の作成に影響を与えた。また彼はイングランドで最初の妻と出会い結婚した。だがメアリー・チューダーが王位についてローマカトリックを再建したためノックスは大陸に亡命することになった。ノックスは最初ジュネーブに滞在し、それからフランクフルトに移った。ジュネーブで ジャン・カルバンに学び、改革派進学と長老制の体験と知識を得た。また彼は、新しい礼拝式文も作成した。それは、スコットランド宗教改革の教会において、採用された。彼は、ジュネーブを去って、フランクフルトのイギリス亡命者教会に向かうが、結局、礼拝館に関する相違のために、イングランド国教会と他元を分かつことになる。ノックスは、 スコットランドに帰還し、スコットランド宗教改革を導いた。彼は、スコットランドのプロテスタント貴族と協力関係にあった。この宗教改革運動は革命とも言い得る。ノックスは、スコットランド信条を作成し、改革派の教会を立て上げた。スコットランド女王、メアリー・スチュアートの治世下で、プロテスタント宗教改革の指導者としての働きを、 続けたのである。ノックスはメアリー・スチュアートと何度も会談し、ローマ・カトリックの習慣をやめるように悟した。ノックスは最後の日までお言葉の説教をし続けた。娘婿にジョン・ウェルシュ、その子孫にジョン・ウィザー・スプーンがいる。ありがとうございます。